さて、私の相関図ね、はい、一番仲いい人たちからいきますと、うん、杉山優香、あーでしょ、つぼみ大革命の杉山優香ちゃん、うん、まあ、同期なんですよ実は、うん、NSC の女性タレントコースって、うん、で当時は高2と大学3年生、うん、大学生からしたら高校生なんか、うん、めっちゃ子供やん、うん、本当にそうね、高校生と遊ぶなんかないわとか思ってたら、うん、なんかめっちゃ仲良くなって、そっからもうだから13、4年くらいもうずっと大親友です。で、すごい。最初は、うん、もうほんまにただの可愛い高校生やったんやけど、うんうん、なんか一緒に旅行とか行って、うん、横で私がボケまくるから、うんうん、あのツッコミが死ぬほどうまいんですその人。うん、もうツッコミフレーズ後で思い出して笑ってまうくらい、うん、すごいね、すごいよね、マキだあれみたいな、笑わせてるよ。で、同期でこちら、うんうん、太陽の小町つるさんね、つるさんつるさんも同期、つるちゃんも NSC 女性タレントコースの同期なんですけど、うんうん、まあ、おばあちゃんになっても親友って断言できるくらい、うん、すごい、なんかあった時に LINE して、うんうん、いろいろ聞いてもらったりとか、うんうん、黙って支えてくれる時もあるし、うん、本当に私の支えになっている人たちですね。つるちゃんなんかも、うん、もう年1回くらいしか会えないのよ今。あ、え、そうなんだ。確かにそこまでそんなに SNS も上がってないよね、うんうん、でも連絡を取ってて、うんうんうん、なんかあった時絶対連絡するし、うんうん、この間の誕生日おめでとうみたいな、うんうん、おばあちゃんだったら一緒やなみたいな、え、素敵、そんな感じですね。で、後輩、うん、まずまあざっくり言うと、つぼみ大革命は全員大仲いいですよ、うん、ね、この中から最近台頭してきたのが、うん、しおり、ああ、よく見るよ、ね、うん、もっともっと仲良かったんけど、はい、それこそ私は大学3年生の時、高1、うん、で入ってきてるから、うん、もうまあ、妹みたいな感じで、うん、ずっと仲良かって、なんかね、今年の4月くらいに、うん、沖縄行こうと思って、うん、なんかお兄ちゃんとか、うん、ゆうかちゃんとか誘ってんけど、うんうん、まあ、スケジュール合わなくて、うん、なんか誰か一緒に行ってくれる人おらんかなと思って、うん、なんかしおりに LINE したら空いてて、うん、行って、うん、でそれまでしおりと遊ぶのって年2回とか、もう4月に沖縄、うん、行って帰ってきてからもうずっと週3くらいで会ってます、うん、すごい。だからさ、一緒にあるストーリーだから写真上がるじゃん、うんうん、同じ日のかなって思うんだけど、うん、あの服が全部違うから、うん、あ、この日も会ってたんだなっていうのがすごいわかる。付き合いたてのカップルくらいいろんなとこ行ってるし、うんうん、まだそういう2人でやってない遊び全部やろうみたいな、やばー、ご飯とかも全部イタリアンも行ったし、うん、なんか何々も食べたし、うん、中華まだやから中華行こうとか、焼肉まだやから焼肉行こうみたいな、カップルや、カップル。そして、先輩を、はい、芸人付き合いを市内で有名な私が唯一慕っている先輩なんですけど、はい、スパイク小川さん、うん、そうだね、小川さんはね、もう女神なんですよね、もう本当に優しくて、うん、でご飯行く時もあるし、うん、ただただ散歩するわ、いいね、で本当に優しいから何でも言えるし、うん、いろいろ聞くし、うん、みたいな感じで、もうこれだけで終わってもいいくらい、うん、もうこの人たちがいれば私の人生はもう大丈夫です。なるほど、人生安泰、安泰なんですけれども、まだいる、いっぱいいます。実は結構連れてってもらってる先輩がいて、ちなみにかまいたちさんとかもちょいちょい行くねんけど、大悟さんとか、それでも年2、3回とかなんだよ、かまいたちさん、大悟さん、それ以上に行ってる人、実はクリーム有田さんに結構連れてってもらってて、で有田さんも一番誰が可愛がってんのって言われたら、その私とか、その一緒に行ってる、一緒に行ってるのがヒコロヒーフワちゃんとかだけど、有田さんもなんかもう昔ほど後輩連れてったりせえへんから、で最近誰と飲んでんの後輩って言われたら、ここですっていう感じ、嬉しいね、めっちゃ嬉しい、で、はあ、フワちゃんヒコロヒーと来たらもう外せないのが、うん、カノサーヤ、はいはいはい、これはトゲトゲ TV で、うん、まあ、誕生日を祝い合ったりとか、うんうん、お祭りとかも来たよね、お祭りとかね、可愛い、で、その芸能人で言うと、うんうん、一時、うん、めちゃくちゃここと言ってたなっていうのが、うん、アンミカさんと若槻千夏さん、ああ、もうバラエティーの時々子たち、
時々サッシ、はいはいはい、ここはかなりお世話になってます。しかも絶対に払わせへんというか後輩に、かっこいい。だからもう毎回本当に美味しいものをごちそうになって、うんうん、で、はい、相関図という意味では、うんうん、ここまでにしときましょうかね、うん、けどすごい左側バラエティー色がもうすごいすごいよねもうどうおもろバラエティー、うん、ね。